シリーン地図 Google マップ、サバネ峠サルハネ峠は、山形県小花沢市と、最上郡船形町との間にある峠。標高150メートル、新城半坂石峠が、初めて登場したのは古く、演技式に、駅停の日翼駅の名がある。奈良時代の頃より、道があったとされ、多賀城から、木の浅く、掘ったの木。 秋田城へと向かう峠道として存在していたとされる。江戸時代には、新城藩と天領であった尾花沢との境界になった。現在も、藩境を示す石標が残されている。久保田藩が中心となって、宇宙街道の整備を行い、省内、秋田、津軽の諸大名の参勤交代道として使われるようになった。この道は、現在の尾花沢新城。 道路が原神パンターチンジ付近から峠へ直到するものであったが、ほとんど現存していない。峠の麓にある船形塾からは、では散々三経路であった船形街道が分岐しており、全国の主験者も多く行き交っていた。幕末になると、維新の志士が多く行き交った。明治時代になると、初代山形県令になった、三島道常は、東京から山形県を通り、 青森県に至る街道の重要さを認識したため、地元から費用と人足を徴用し、これまでの二段により輸送がせいぜいだった難路から馬車の通行が可能な猿羽ネ振動を改作し、1878年に開通した。これにより、山形県最上地方のみならず、東北北部全体は近代化に向けて発展することになる。猿羽ネ振動開通の翌年には、 イギリスの女性旅行家、イザベラ・ワードが訪れ、峠のふもとから見た最上川の風景を、日本奥地気候の中で絶賛し、サバネ峠自体も立派な波軌道を好印象を持って、記しているが、逆に船形では、家々が見すぼらしく、板戸が閉じておりんつであるとした。サルハネ水道船形トンネル、大羽本線の開通とともに、交通の主役を鉄道に譲ったが、 戦後のモータリゼーションの中で道路交通が復権を遂げた。しかし、サバネ峠付近は強小かつ国局が多いため、1961年にサバネ峠の下を貫通する国道13号サルハネ水道が建設された。これによって、かつての難所は峠越えを意識することなく安全に市街地を結ぶ道へと変貌した。さらに、東北中央自動車道の一部である尾花沢、 新城道路が完成すると、サバネ峠の区間には、船形トンネルが作られ、車道の勾配すらなく、越えられるようになった。岩部山トンネルサルバネ水道、船形トンネルシュネ坂水道、新シュネ坂トンネルサバネ峠の頂上には、サルハネ山地蔵村道が建立されている。日本三大地蔵の一つであり千年の歴史があると、言われ、両縁、小宝、長寿に、 ご利益があるとされる。サルハネ山地蔵村道の周囲は、サルハネ山公園として整備されており、サルハネスキー場、土俵、展望台、船形町民族資料館、農業体験実習館などがある。かつては、観覧車やミニ鉄道、遊具を備えた、サルハネ山遊園地であったが、20年前に閉園となった。スキー場や展望台などは、旧遊園地施設の流用である。 サルハネ振動は、見細うながら、車道として現存しており、通行可能である。また、サルハネ振動を縫うように、半生時代からの旧道の一部区間が、半ば廃道化して残されている。ありがとうございます。